ビルヘルムフェルスタービルヘルムフェルスターはドイツの天文学者平和主義者で倫理学者のフリードリヒ・ビルヘルムフェルスターを息子に持つシレジアに生まれヨハン・フランツ・エンケの助手として働いた教授資格を取得して1863年ベルリン大学の准教授に就任した1865年に エンケが亡くなると1903年までベルリン天文台の長を務めた。彼は1860年にオスカー・レサーと共に小惑星エラトを発見したが、これは二人以上の観測者によって発見された最初の小惑星であった。6771番の小惑星フェルスターは彼にちなんで名付けられた。彼はアルベルト・アインシュタインだと共に、 ドイツ倫理文化学会やドイツ平和学会に参加し、第一次世界大戦前のナショナリズムの高まりに危機感を示した。また、ドイツの93人の文化人が戦争を支持する、ウフリューフ・アンダイ・クルトゥアウェルトという文書に署名した、時には、アインシュタイン、哲学者のオット・オブ・ユーク、生理学者のゲオルク・ニコライと共に、戦争に反対するウフリューフ・アンダイ・ロペヤーという、 文書に4人で署名した。フォスターイコール 1974YS イコール 1986EG4MPC2021 年9月1日閲覧。ありがとうございます。